今まで来たことないんじゃない。田中マークストゥーリオ攻撃最強センターバックトゥーリオで攻撃しまくるドッキリ。センターフォワードに薄い適性がございます。あのセンターバックなのに決定力が上がるというとんでもないブースターも備え付けられております。今回はあの守備は度外視します。決定力82、そしてヘディング数値驚愕の100、こちらジャンプ93、そしてなんとフィジカル101ということで、後半になりましたら実質、まあ、縦三笘で上田綺世、そしてトゥーリオの4トップ完成ということで、この勇姿いいのか、この勇姿いいのか。え、じゃあでもあトゥーさん、どうも次回です。 AJ ユナイテッド、はい、ということで僕一人ということは今回ドッキリやらせていただきたいと思います。そのドッキリのタイトルが攻撃最強センターバックトゥーリオで攻撃しまくるドッキリプラス後半からということで、はい、もう画面に出てると思うんですけども、 J リーグのブースターエピックが新しく来ておりまして、でこの中に今まで来たことないんじゃない、田中マークストゥーリオ。まあ日本代表での様々な大活躍の姿思い浮かべた方もいらっしゃるんではないでしょうか。でこのトゥーリオがですね、ちょっとあのもう早速能力見たいんですけども、身長184センチ、プレースタイルオーバーラップということで、まあセンターバックの位置にはいるんですけども、じゃんじゃん攻撃参加もしていくよというプレースタイルでございます。でこのトゥーリオなんですけど、センターバックの適性、まあ、もちろんありまして、あとはボランチの適性も薄くあるんですけども、センターフォワードに薄い適性がございます。ちょっと能力値見ていきたいんですけども、まずあのこれセンターバックなんですけども、初期の状態からオフェンスセンスが71もあるということで、フォワードで使えって言ってるようなもんじゃないでしょうか。もう最初の時点から決定力72で、なんともヘディング最初から82あります。で肝心のですね、ディフェンス能力の方がアグレッシブとか守備意識がオフェンスセンスよりも低いというとんでもない状態になっております。このジャンプも75で、フィジカルに関しても最初から87ということで非常に高い数値を持っております。であとブースターなんですけども、エアリアルということで、あのセンターバックなのに決定力が上がるというとんでもないブースターも備え付けられております。スキルの方はセンターバックなんですけども、ヘッダー、そしてミドルシュート、まあエアバトルとかもあるということで、これセンターフォワードで使ったらね、競り合いの時かなり有利になるんじゃないでしょうか。ということでセンターフォワードで使ってくださいって言われてるようなこのトゥーリオをですね、ちょっと今回は使ってドッキリを仕掛けていきたいと思います。まあちょっとどんなスカットに入れるかっていうのはトゥーリオ引いた後に説明していきたいと思いますので、まずはこのトゥーリオ取るまで引いていきたいと思います。で今回ね、あの一緒に酒井も来てるんですよね。攻撃的サイドバックということで、今までエピックの酒井守備的だったんですけども、攻撃的に変わりました。ディフェンスセンスだいぶ下がってて、その代わりにドリブルとか、まあ、スピードとかが上がってるっていう感じですね。ブースターはアジリティプラス2ということで、スピシュン上がってボディコンスタミナが上がりますということで、まあだからサイドバックで使うっていうよりかはサイドハーフとかで使ってくれっていうような能力値ではないでしょうか。でスキルがピンポイントクロス、あとインターセプトブロッカーなどで、闘争心とかも結構いいスキルが入っております。で今回ボックスドローは、まあ、100上限ということで、トゥーリオと酒井宏樹の他にもハイライトも何名かおります。ということでこちらトゥーリオ出るまで引いていきたいと思います。久しぶりに早いタイミングでガチャ終わんの見てえな。で今回100回なんでね、ハイライトスキップでいきますかということで、中島選手獲得ということで20連目。俺ねトゥーリオね、ちょっと4バックだと少し怖いんですけど、5バックとかだったら意外にいいんじゃないかなと思ってまして、5バックでガチスカ組むんだったら結構トゥーリオありなんじゃないかなと思っております。もう早速30連目。ということで全然引けてないけど来い、ハイライト、おお大崎選手。続いて40連目。いやー早いね、来るか、通常か。いや本日も安定の爆死でございます。いやちょっと待ってよ、これ100しかないんだよ。オッケー、さあどっちだ、ここでは分かんないもんな、酒井。はい、ということで、まあ、先に酒井が来ましたか。まあ、酒井はねエピックの酒井守備的の方めちゃくちゃ強いんで、まあこっちの酒井とどっち使うかめちゃくちゃ悩むんですけども、今後能力育てて考えたいと思います。さああとはトゥーリオ引くだけです。さあコインもねもうちょっとしかなくなってきたんで、そろそろ引きたいですけども引けず、さあ持ちコインではこれがラスト、ここで決めよう。おお来た、よし。いやいつもこういう時大体来ないんだけど、え今回は来ましたね。はい、ありがとうございます。はい、トゥーリオ獲得ということで、ちょっとですね、まずはこれからこのトゥーリオ、今回は
守備は度外視します。もうとにかくフォワードとして使えるような能力値にトゥーリオ育てていきたいと思いますので少々お待ちください。はい、ということでトゥーリオ育成し終わりました。まず先にですねトゥーリオを入れて戦う今回のスカットを先にご紹介させていただきたいと思います。こちらのスカットです。ドン！ということで今回ですね、まあ、日本代表スカットで A さんと対決したいと思います。で今回の日本代表スカットは一応、まあ、日本の選手だったら誰でも OK という形でやっていきたいと思います。ゴールキーパー長石、フォーバック左から酒井ゴート、富安畑中酒井ロッキーで、ボランチ稲本、トップ下2枚が右中村俊介で、南野で、3トップ、右竹、そして左三笘で、センターフォワード上田綾瀬、ちょっと獲得して育成してきました。でここにはいないと思うんですけども、サブの方にですねまず上からちょっと見ていきたいと思います。町野、鈴木優馬、キングカズ、前田大然、小野伸二、香川伸二、伸二コンビになってたで、山岸、中村健吾、ゆるき、伊藤で、初瀬、そしてここにセンターバック田中マルクストゥーリオということで、あの総合値は91と弱くなってしまったんですけども、こちら能力やばいことになってます。見ていただければと思いますが、まあ、身長184センチでオーバーラップで、オフェンセンスが、まあ、チームに入れたことによって73まで上がっておりまして、決定力82、そしてヘディング数値驚愕の100、さらに、まあ、結構ねディフェンスセンスも、これ全くディフェンスセンス上げてないんですけど86までいってます。でスピードは65とブースターついても低いんですが、こちらジャンプ93、そしてなんとフィジカル101ということで、こんな数値いくのさ、実際のセンターフォワードだったらモリエンテスぐらいじゃないかなと思うんですよ。これがセンターバックでこの能力値でございます。で今回 A さんとは、まあ、日本代表スカットで対決ということで、選手紹介の時はこのトゥーリオの位置のところにまた別の日本の選手を入れるんですけども、今回ですね後半からトゥーリオ、いきなり投入するんですけども、後半になったら攻守レベル、あの超攻撃的に切り替えたいと思います。そしてこのトゥーリオをハトナカーのいるところに投入をさせてもらいますと、超攻撃的で右のセンターバックの位置に置いた選手が超攻撃的だとこの上の位置に上がってきます。多分上田綺世の横ぐらいのあたりまで上がってくるんじゃないかなと思うんですけども、このトゥーリオおそらくセンターフォワードにして前に置いちゃうと、あの適正の関係でちょっと能力下がっちゃうと思うんですけども、センターバックの位置で攻守レベルだけ切り替えて前に上げることができれば、能力は変わらずにセンターフォワードの役割こなしてくれると思うんで、これバカ強いんじゃないかなと思うんですよ。後半になりましたら実質、まあ、竹、三笘で上田綺世、そしてトゥーリオの4トップ完成ということで、私はとんでもない化け物を獲得してしまいました。ということで行きましょう、ドッキリスタート。きたー、どうもいいです、ジュガイです。 AJ ユナイテッド日本代表スカットガチ対決。申し訳ねえけど、うちブースターの日本代表いるから。いや、うちも結構揃ってるよ。ベッグタイムもいるし、ショータイムもいるしさ。で、今回はベンチメンバー含めて全て日本国籍の選手だったら誰でも OK。 で今回マジで俺攻めるよということで、僕の A ジャパンご紹介したいと思います。はい、フォーメーション 4-2-3-1、 ショートカウンター、うん、ゴールキーパー西川、フォーバック左から酒井、畑中、トミヤス、山でダブルボランチですね、井出口、小前、そして左左地方的にちょっとあの訛りが出ました。そんな訛りあったっけ、うちの地方。左が三笘、うん、右が伊藤、トップ下ラクブラーセンターフォワード、これ確か指名契約星4なんですけど上田綺世で、ベンチメンバーですね、長澤、泉、井田君、あーいいね、樋口、古橋、古橋持ってんのか、山下、久保、はい、大野、結構好きなんですよ、犬飼、町野、関川、関川、ゆま、おお、最後めちゃくちゃ慣れ慣れしいね鈴木選手は言ってほしいって思ってるの、だそういうタイプのプレイヤーだから、ユーマって言ってほしいな感がやっぱ出てるじゃん。オラオラしてるじゃん、あんま上下関係関係ねえかな。じゃあさ、俺が例えばさ、いきなりユーマって言ってもさ、でそしたらもうフルボッコや。そうだよな、俺もそう思う鈴木優馬選手にさ、樹海が首根っこつかまえてこうやってさ引きずり出されるさシーンなんか浮かばない？浮かぶ、めちゃくちゃ浮かぶ。では
私の日本代表スカット、こちらでやらせていただきたいと思います。だいぶ強いと思います。そうじゃん。ゴールキーパー、中石、左、酒井、どうぞ。センターバック2枚、飛びやす、畑中、で、右サイドバック、酒井、広げ。で、ミッドフィールダーが3枚ですね。ボランチ、色ごと。で、ツートップが、俊介、南野。で、スリートップ、右、竹、左、三笘。で、センターフォワード、すいません、かぶりました。上田、綾瀬。何人かに対してすっげえ慣れ慣れしい。あ、そうだね。だいぶ慣れ慣れしく言ってた、ね。中村選手に対してまで、なんか言ってたけど、うん、いつも、なんか、ムーアー、俊介みたいな感じだったな。今回、俊介。で、一応俺は、なんかその、何のつながりもなかったわ。申し訳ない。あとサブですね。こちらのメンバーで、いいね。結構揃ってんじゃない。藤井、初瀬、ゆるき、伊藤、山岸、中村健吾で、小野伸二、香川、キング。いや、キングも上田綺世が追いやりました、サブに。キングスレコマン、キングスレコマンじゃない。前髪の上がり具合しか似てないわ。確かに髪もちゃ、うん、前髪の上がり具合は似てる。前田大然、そして町野で、最後私も鈴木優馬。いや、名前だけ言ってほしい。ユーマ見てるか。いや、マジでやばいよ。本当にやばいよ。なんか樹海嫌いって言ってたもん。大丈夫、森島さん情報です。俺ガセあるぞ。なんて呼ぶ森島さんのこと、なんて呼ぶんだっけが。ちょっと森島さんの名前で。ちょっと待ってよ、そこかよ。安人さんです。安人だよ。今更もうせえよ。先輩、じゃあ森島さん入れてる。いや、いな、搭載されてないんだよね。搭載されたら入れたいけど。だから多分今後来るんだよ、ブースターで。ヘディング101になるから。さあ、行きますか。やばいな、マジで来てほしいんだけど。いや、マジ欲しいね。俺もちょっと欲しいわ。それでヘディングやりたいの。結構やばくない？そうしたら、実際問題、コナミさんから森島さんにギャラとかどんぐらい入ってるのかも気になるじゃん。確かに、ね、話も。だからそこら辺ね、マジで身内が入ってくれると、いろいろ聞けるんだよね、裏も。やっぱ裏事情ってさ、聞ければ聞けるだけ聞いて、ね、やっぱ裏事情ってさ、聞ければ聞けるだけ聞いて、ね、から本当。本当に森島さんに対して強気なんだよな。身長差ってそんなに。だから25センチぐらいじゃない。本当、そんなもん。30センチも同じぐらい。そう。だもう今の日本代表って言ったら、いや、これマジであるんだよな。最初気合い入れてさ、いや、最初バイキング形式の時、最初すんげー気合い入れてる。15分後もなんか顔引きつってどうしようみたいな。いや、そういうやつはいるよ。企画の時の俺の大食いの時に。さ、マジでやる。しょうがねえから。マジでやる。しょうがねえから。マジであるのよ。だからこのやっぱ両ウィングを生かしていきたいよね。三笘と竹。うちはやっぱ伊藤純也かな。てか俺さ、伊藤純也取っときゃよかった、ね、マジで。指名でしょ、確か。その伊藤純也、これ。そう、こっから音っちゃう。お、来た。いやー、おい、好き。川口とか取っときゃ入れたんだよね。いや、そう。じゃあ俺らさ、よくよく考えてみたらさ、うん、日本代表対決とかやるからさ、うん、別にガチスカには入らないかもしんないけどっていう選手でもなんか、いや、そうなんだよ。取っとくのありな気がするんだよね。全然あり。習慣もさ、スキル追加とかできるようになったらもうね。いや、そう、そこなんだよね。ただなんかそれにはまだ時間かかりそうだから。おお、マジ。中村俊輔シュート力結構あるかな。いや、これでトップに森島さんいるやな。確かに。森島さん2トップとかで使ったらバカ強そう。バカ強いだな。でも森島さん、もしかしたらラインブレーカーできたらどうする。そっちか。プルアメイとかさ、まさにラインブレーカーの動きだよね。スタミナないんだっけか。スタミナ今んとかないかな。スパサブつけたよ。あ、スパサブつけたいね。闘争心は絶対必要。あれ、なんかスライングした。いいよ。あ、これオフサイか。 OK。 あ、やべ。ん、いいよ。え、うわ、やべ、誰、上田。最後は、あ、俊介だ。上田みたいなの抜け出しちゃった。今、上田って言ったから、上田が落としたのか。マジか。ええやんけ。モメンタム発動中。くそ。恥ずかしいやつ今。やべ、追いつきてんだけどな、ちょっと時間が。日本としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。よし、あ、オブレー、うわー、コーナーだ。上だ。いいよ。あとハーフナーマイク。あ、ハーフナーマイク。ハーフナーマイク。確かにでかいわ。めちゃくちゃ使ってた。いや、あ、やばいかも。オブレー、南野預けて、あー、やらかした。さあ、ここで。あ、いやー、オブレー、シュンさん。
なんか言い方変わったぞいきなり。いきなり下手に来た。プレー 見せたらさ、やっぱちょっと。でもしゅんさんってなんか仲いい人が言ってるようなイメージなんだけど。逆に舐めてる。いやもう今の日本って言ったらこの攻撃力だから。さあ後半さらに攻めます。こっちのセリフだわ。小野裕二いいね。小野裕二いいね。絶好調だ。でも俺前線結構いいと思うんだよなこれ。うわーてか三笘が調子悪かったのか。まあまあこのまま使いましょう。攻撃的にいこう。いや俺も行くよ。てか俺はもう言葉で示すだけじゃなくて、うわそっちもか。おいそっちもかっつうかそっち2つ上げてきやがった。いや行くぜ。じゃあもう最近の日本ってマジこんぐらいの攻めの気がすんだよね。いい OK。 いやマジか。でサイド OK ナイス。でここでトゥーリオに預けて、でここでトゥーリオに預けて、でだけちょっと待ってしれっと今なんか言ってたけど。よしほい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 、なんかいたな。一瞬今なんかバカ長え名前来たぞ。おいちょっと待ってよ、一瞬めちゃくちゃ長え名前入ってきたんだよな。ナイス。あとはもうね攻めるだけだから。やっちゃおうか。まあ相手のことは考えんな。おい早く取れ。あいつがいることによって。あいつって絶対いたよな。頼むぞ。しかもなんかトゥーリオ行こう。ナイス。おい行こう。ナイス。おいうわキーパー、おー、ナイス。キーパー。トゥーリオってあれ、え、トゥーリオ のどんな能力してんだ。いやまさかイーフットポイントで取れるとは思わなかったよトゥーリオ。イーフットポイントにいたか。イーフットポイントの交換所に今トゥーリオ来てんだよ。よし。やばいやばい。え、ちょっと待って、でも、トゥーさん。マジで。おっせ。え、センターもトゥーさん。え。無理やりセンターバックをフォワードに置いてるってこと。え、あ、上げてんのか。え、トゥーリオってさすがにあれポジションはフォワードないもんな。適性ありますよ。嘘だろ、それは嘘だろ。いやいやいや絶対嘘。あの薄いですけど。え、それ本当に言ってる。薄いけどあるよマジで。あーやばい、あれ意外と走りもいけんの。早くねえか思ったよりは。え、トゥーリオ上がんねえじゃん。え、なんでなんで遠慮したいの。トゥーリオに預けとけ、フィジカルで大体落とせるから。そう、え、トゥーリオさ、もしかしてあのブースターできてる。そうそうだよ。上だ。嘘だろ。え、じゃあディフェンス能力クソ強いとかある。いや、ディフェンス能力が低い低い。あ、ディフェンスセンスは高いけどね。スキルはついてるでしょ、あのブロック。あ、ディフェンスのスキルはついてる。あ、これやばいかも。 OK。 うわー、トゥーリオがいない守備の穴はもうみんなでもうカバーするしかねえから。だからトゥーリオは普通にあれってことだよね、センターバックで出てるってことだよね、この試合では。そう、あの攻守レベルで前に上げてます。ただもうね、いやトゥーリオはフォワードなんだよ。もうセンターバックとしてやれることはない。戻ってこないじゃん。もう戻ってこないよ。いやー、ナイス、止めやす。さあここで落として、これじゃね。いいよ。やべ、めっちゃ上がってくる。これ上げるか。いやー、いやー、トゥーリオに行くと見せかけて南野、おとりの役割も果たしますからね。いやいや、おとりじゃないんだよ。そう、あそこで落としてトゥーリオがさ、そこいいんじゃん。いや、いるよ、俺マークした。あそこを警戒してるわけよ。で、そこでの南野、これはナイス、おとり。いや、なんか4トップいや、4トップだよ、これもう実質もうディフェンスなのに1試合に1点は決めてやろう、決めてやろうっていうモチベーションできるから。これそうでしょ。で、パスも出せるからね、トゥーリオ。ちょ、マジで。そう、いけちゃうんだよ。だから昔の日本だとさ、いいよ、要はさ、もう中澤とさ、トゥーリオが上がっちゃったらさ、うん、それをカバーできるディフェンスがいなかったけど、今のディフェンス長谷部が落ちてたからな、あの時は。そう、たださ、今の日本代表だったら冨安がいるから、いや、そこが機能するわけよ。さあ、メンバー変えていきましょう。酒井豪徳に変えて初瀬、俊介に変えて香川、南野に変えて小野伸二、そして三笘に変えてキングだ。めっちゃ変えてくんな。さあ、行こうか。いや、もうでもトゥーリオだけには決められたくねえわ。いや、いいね、落とせんだよな。ちょっとなんかさ、司令塔になってない。いや、なってるね。あ、惜しい。これトゥーリオチャンス。トゥーリオどこ、どれだ。え、トゥーリオこの手前、これじゃない、それだよね。いや、合うかな。これはもうマークする。
いやー、酒井さん酒井だ、うまい。がいるな、ここか。トゥーリオいるな、なんかちょっと後ろめなんだよな。なんか司令塔になってんだって。もっと前でいいんだよ。ナンバー10みたいなことしなくていいから。なんかナイスキー。おい、マジか今の。やーべえ、うわ、裏抜けはしないんだよな。よし、ナイスナイスナイス。これじゃねえ、トゥーリオ。あれだよね、19番じゃない。あれ、酒井じゃねえよな、大丈夫だな。低いか。あ、やばい。いけ、オッケー。マジか、ナイス。よし、やばい。いいぞ、おい、踊った、チャンス。よし、いや、最後の決めてくれたらもっと最高だったけど。いや、しっかりマークしましたからよ、俺。マキヒカさん、これマキヒカさんだね。あ、搭載されてんだ。マジか、俺撃ったぞ、結構。ということで、いきなりブースタートゥーリを投入して、で、センターバックの位置からオーバーラップさせて攻撃させまくるドッキリ大成功。ちょっと一応見てみる。いるんだよ。まあ一応撮りましたよ。今回はこちらです。あ、やば、裏はなんだな、裏は。まあほら、あのオーバーラップで一応センターフォワードにも薄い適性入ってるんですが、まあ、ただ薄いからやっぱり能力下がっちゃうと思うんで、今回はセンターバックに置きながらフォワードに瞬発何にも開けてないんですけど、オフェンスセンス73まで。いや、高いな。決定力82、ヘディング100までいってます。マジか。そしてディフェンスセンスはこれ何にも振ってないのにここまでいきます。ただアグレッシブネスと守備意識はオフェンスセンスより低いです。ちょっと待って、なんで守備意識低いんだよ。いや本当に分かんない。まあ、スピードは低いんですけども、ジャンプ9、そしてフィジカル101ということで。やばいな、これ。この能力いないな。いないいない。じゃあ、押し進めようか、一回。ダメだよ。一回でいいから。一回だからボタンを押すぐらい。いや、そのボタン一回押したら終わりなんだって。そうそう。そんな軽はずみに押せるボタンじゃないから、この放出は。ここにはねえじゃねえかよ。